ドスエルマーナスは、スペイン・アンダルシア州セビリア県のムニシピオ。アンダルシア州の州とセビリアと境を接し、セビリア都市圏を形成する。グアダルキビール川の定地に位置する。大陸性の影響を受けた地中海性気候で、暑く乾燥した夏と温暖な冬がある。年間平均気温は、摂氏18.6度である。降雨は10月から4月に多く、 年間降水量は500ミリメートルから600ミリメートルである。周最大の都市セビリアに接する工場圏のため人口流入が顕著である。1970年には約3万人であったのが30年ほどで4倍に増えた。このためスペイン多都市と比較して若年人口が多い。ローマ時代カディスへ向かうアウグスタ街道に沿っていたため、 人の定住があったことがわかっている。しかしアラブ支配時代には目立った人口の集中はなく、農地が広がっていた。現在のドセールマーナスの起源は、1248年11月、カスティーリオフェルナンド3世が再征服を完了した時である。王は征服地を、功のあったゴンサロ・ナサレーノへ授けた。ナサレーノには、エルビラとステファニアという姉妹がおり、伝説によると、 姉妹は洞窟で聖アンナの出現に遭遇したという。ドセ・エルマーナス市民はこの故事にちなんで、自らをナサレーノ、またはナサレーナという。その後のナサレーノ家の同性については伝わっておらず、彼らは土地を売却してこの地を去ったとされている。公式に、ドセ・エルマーナスの名が、歴史上に登場するのは1404年、グラナダ王国に対する防衛のために、 ドセルマーナスに対して資金を支払ったというセビリアの文書においてである。17世紀初頭までは横領であったが、その後いくつかの貴族がドセルマーナスを領有した。19世紀後半になって地元で栽培されるジュートの縫製工場ができたり、オリーブの加工が盛んとなった。これによって最初の労働人口流入及び人口増加が始まった。 加工されたオリーブは主としてアメリカ合衆国へ輸出された。スペイン内戦では、サハが支配的であったドセルマーナスでは、右派との衝突で多くの死者を出した。戦後、死の広場がファランヘト創設者にちなみホセアントニオプリモデリベラ広場と命名された。1939年には、 市内に大規模な強制収容所が設置され、アンダルシア全域から集められた延べ1万人の政治犯が1962年までしたグアダルキビール川運河の工事に従事させられていた。1979年12月、市役所は広場を憲法広場と改名した。建設、工業、サービス業と多岐にわたっているが、現在でも農業が盛んである。 穀物やオリーブのほか、綿花栽培が行われる。ありがとうございます。